はい、皆様の金曜ゆりっぴです。久々の飾り動画ということで、ちゃっちゃらこちらマクドナルドの月見バーガーを食べながらお話ししていきたいと思います。それではスタート。ウーバーイーツしちゃった。わあ、こちら月見すき焼き、おいしそう。チキンナゲット、ゆず七味ソース、コカ・コーラ。こちらを食べながら雑談していきたいと思います。ジュースを先に飲みたい。ああ、チキンキンに冷えてある。サイ&コーです。早速いただきます。おほほ、おほ、おほ、やばい。おいしそう。いただきます。あー、これは最高。やば、なんかパンが結構もちもちね。このチーズがたまらん。ふわーんって溢れ出すの、この旨味が。あー、サイ&コーです。ちょっと高かったんだけど買ってよかった。で、私今気づいたんだけど、ここの顎関節症がちょっとひどくなってて、あのね、ハンバーガーを食べるとすっげー痛い。ハンバーガー大好きなのにめちゃくちゃ痛いんだけど、でも、顎痛いけど美味しいです。この柚子七味ソース、ちょっと食べてみます。柚子七味ってさ、珍しくない？あ、すごい！めっちゃお酒のつまみの匂いがする。結構ね、干渉が強い。なんかね、月見バーガーも今いろんなところで月見バーガーフェスみたいなのやってて、モスバーガーもやってるし、ケンタッキーもやってるし、マックもやってるし、なんかね、もうね、どこもかしこもね、月見バーガーフェスなんですよ。で、モスが結構家から近いから、今度モス食べようと思う。何気にね、月見バーガー食べるの久々かも。こんな感じで雑談しながら食べていこうと思うんですけど、最近ね、最近のトピック、ついに、レディーガガ様のコンサートに行ってきました。イエーイ！行ってきたわけですよ。レディーガガさんのコンサートに。で、場所が西部の西部ベルーナドームでやったんだけど、実際当日コンサートの会場行って席座ったら、まあまあね、遠くもなく近くもなく良かったです。この親指ぐらい、親指ぐらいのサイズで見えるぐらいの位置。いや、それでもね、レディーガガって本当にこの世の中に存在したんだっていうことを実感したね。なんか存在することを認識できただけで、この親指サイズでも私はもう感動でしたね。で、なんかステージが2つあって、前の方と真ん中の方にステージがあって、どちらかというと私の席だと真ん中の方の方が近く見えて、途中でね、真ん中に移動したら、なんか親指サイズだったのがこれぐらいのサイズで見えるようになったわけですよ。まあ要はね、近くなったら本当に存在するんだっていうことに私はひたすら感動してました。レディーガガは私が高校生の時にちょうど聴いてたのかな。まあ、当時ね、ウォークマンって聴いてたんだけど、通学バイト行く時とか、ひたすら聴いてましたね、レディーガガ。その時の私のウォークマンは、アニメソング、声優さんソング、ゲームソング、洋楽って感じだったの。なんか洋楽のところにガガさんとか、テイラー・スウィフトとか、ケイティ・ペリーとか、そういうのが聴いてたって感じなんだけど、なんか、バイトとかでさ、常にバイト中は死にたい、消えたい、いなくなったくなりたいと思いながら働いてたから、なんかバイト先からさ、15分ぐらいかけてさ、駅まで歩くなんかさ、レディーガガ聴いてさ、超元気もらったんですよね。学校行ってもさ、基本学校ぼっちだったから、辛い時とかもね、聴いてたから、もう最初の始まってレディーガガが出てきてさ、1曲目歌った瞬間私ボロ泣きしたんですよ。マジで人間って泣くんだと思った。感動極まって泣くんだと思ったって思いました。でもさ、最初からさ、めっちゃさ、セットリストがさ、飛ばされまくってさ、やばかったですね。当たり前だけどさ、全部知ってるんだもん。超良かった。本当に行って良かった。なんか行けたことにもね、すごいね、私的には嬉しかった。なんか次来日するときはあれだな、やっぱ、VIP 席取りたいな、ゴールド。そこ取りたいな。私がアメックスでチケット買ったときには、もう売り切れてたから、次、もしガガさん来日するときがあったら、あの
席近くで見たいな。なんかあんま一番とか行きたくないけど、世界で評価されてるエンタメっていうか音楽だっていう感じがすごかったんですよ。声のパワーとパフォーマンス力すごくて、なんか圧巻でしたね。もうすごいね。なんか本当にすごいわ。すごい。なんかさ、レディーガガのコンサート行く前にハウスオブグッチを見てったんですよ。私レディーガガさんって結構ね、映画とかにもいろいろ出てて、アリーとかさ、アメリカンホラーストーリーとかいろいろ出てるんだけど、ハウスオブグッチって見てたの？なかったのね。で、ハウスオブグッチがちょうどレンタル始まってたから借りてね、ちょうど本当にコンサート行く3日前ぐらいに見たんだけど、なんか余計感動したよね。で、ハウスオブグッチではグッチ一族が商業化して一族が終わっていくみたいな話なんだけど、グッチは正直皮肉ながら最近のデザインの方が好きなんですよ。ブランドとその商業化みたいなのもいろいろ考えさせられたし、レディーガガさんが演じるパトリシア、キャラクターも超良かったね。アダムドライバーもすごく良かった。私、ハウスオブグッチって映画ね、結構好きだと思う。なんか結構好きなんだと思う、私。ハウスオブグッチはね、見た方がいいね。なんかそのやっぱね、ブランドとね、商業化みたいなのってね、それこそアートと商業のこのビジネス化みたいなのとかも、結構近い感じがして、うなぎながら見ちゃったね。難しいところだよね、そういうのってね。すごく難しいところだと私は思います。なんか、久々にハンバーガー食べたかも。なんか久々に食べました。顎が痛いことがちょっとショック。今ね、割とね、ハンバーガーを食べて気づいてしまってね。普段さ、サラダとかばっか食べてるからさ、大きな口を開けて食べることがないのよ。でもハンバーガーを食べて今さ、辛くなってる。私の顎関節症ってこんなひどくなってんだ。辛っ。そういえばこの画角を変えました。なんかいい感じに光が入る気がする。カスタマイズしようがある。ここをちょっと撮影スペース化しようと思います。なんか月見バーガー美味しいな。なんかちょっとでもすき焼きちょっと味濃いかも。結構胃がもたれてきた。あ、そうだ、思い出した。レディーガガさんのコンサートに行ったじゃないですか。私一番唯一心残りだったことがあります。言葉がわからない。言葉がわからない。あのね、ニュアンスでしかわからないのよ。ジャパン、パンデミック。パンデミック。You, me, みたいな。なんかその単語、わかる単語で、ニュアンスでしかわからない。ちょっとコロナのこと言ってんだろうな。パンデミックで来られなかったみたいなこと言ってるんだろうな。みたいな。そのニュアンスでしかわからない。でもっとわからない、もっとわかんないとこもあるのよ。なんかそれがさ、大好きな人がさ、推しですよ、推し。大好きな人が言ってる言葉が分からないって、こんなにも辛いことなんだって思って、すごい悲しかった。で、Born This Way かな。ピアノでね、レディー・ガガさんが Born This Way を弾き語りしたんだけど、そこで、なんか、後でね、Twitter の翻訳みたいなので知ったんだけどさ、めちゃくちゃいいこと言ってた。で、みんな、ふっはーってなってんだけど、私は、はにゃーって思ってたけど、めちゃくちゃいいこと言ってて、なんか、これがちゃんと理解できたら、私は、あそこでマジで、あーってなってたのに。なんか、そこで私が言葉を理解できてれば、あー、ガーガー、もうない、そんなって、なってたはずなんだけど、なれなかったんですよ。そこにいたはずなのに言葉が理解できないから。ニュアンスでしかわかんないんだよ。辛いよ。英語習わなきゃな。すごいそれを実感させられたのがさ、この間のコンサートなんですよ。好きな人の言葉が理解できねえって。なんでこんな辛いことなの？レディーガガのコンサートに来る人はみんな英語を理解してんのかな？なんかみんながふーって言ってから、あ、ふーみたいな、ちょっとノリで言ってない？みんなを理解してるって大丈夫そうって思いながら。聞いてたけど、なんかさ、辛いね。次のコンサートまでには私は英語をちょっと理解できるように、ちょっとでも理解できる言葉を増やしたい。でも英語ができるとね、絶対ね、広がると思ってるんですよね。とりあえずあれだね、来年お金貯めよう。お金貯めて来年は
英語圏のところにちょっと旅行したいですね。ディズニーランドに行きたい。なんだっけな、あ、パリディズニーランドの映像を見たら、ドクターストレンジがこれして、で、エンドゲームみたいな感じでヒーローたちがってこう出てくるプロジェクションマッピングみたいなのを見たんですよ、動画で。あれ見たら感動しちゃうよね。あれは感動するよね。あれは見に行きたいね。ってなると、フランス。ヒノガガのコンサートに過去見てには、ちょっと理解するようにって私今言ったもん。だから英語勉強します。英語頑張って勉強します。いやでもね、マジでね、本当にね、良かったです、ライブに。もう全部良かったわ。全部曲が最高だった。なんか、ハリコンってさ、結構ハリウッドスター来日出てさ、私クリヘモの時はさ、ちょっと勇気なくてさ、絶対死んじゃうなと思って行けなかったんだけど、次ね、トム・ヒドルストンか、マッツ・ミケルセンが来たら、絶対行こうと思ってて、どうなっちゃうんだろうね。マッツ・ミケルセン、会ったらどうなっちゃうんだろうね。やばいね。拝んじゃうよね。正直ね。キャーとか、あ、やばいとかこうやって。正直ね、何の話をしてたか分からなくなってきました。ごちそうさまでした。何の話をしてたら、してるのかちょっと分かんなくなってきた。月見バーガー食べ終わったので、ごちそうさまでした。ということで、ここで締めたいと思います。まとめると、ユリッピは、レディーガガの言葉が分かんなくてマジで辛かったから英語を勉強したいっていう話です。はい、ということで今日は月見バーガーを食べながら雑談していきました。またね、まあ、それこそ大学の進捗を動画で話そうかなと思う。また別の動画でと、またこんな感じで語り動画を出そうと思いますので、また見てくださると嬉しいです。それでは皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、そしてもっと見たいなと思ったらチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。